デーノケールスは中世代白亜紀末期に生存した恐竜。1965年にモンゴル語尾砂漠で全長2.4メートルに達する巨大な両腕の骨格化石のみが発見されて1970年に記載されたが長らく詳しいことは分かっていなかった。しかし2013年の古石水動物学会で2006年と2009年に 胴体部分は発見されたと発表された。俗名はギリシャ語で恐ろしい手を意味する。ギリシャ語のケイロスは手を意味する単語である。種称名はギリシャ語で尋常ではないを意味する。腕部、ロンドン自然史博物館像、模式種はデーノケイルスメリフィクス。デーノケイルスは右与曲折あったものの、近年では基盤的なオルニトミモサウルス類と考えられている。 なお、本種の発見は、ティラノサウルスと並んで住脚アモクの単純な二分法に再検討をもたらした点で知られている。この恐竜の発見、記載以前は、住脚アモクの恐竜は、大型のカルノサウルス類と小型のコエルロサウルス類に、明確に分けられていた。前者はアロサウルス、メガロサウルス、ケラトサウルスなどが、含まれ、ティラノサウルスも当時は、カルノサウルスの仲間とされていた。 これらは大きな体育、大型の獲物を攻撃、捕食するための大きな頭部と口、体とふ釣つり合いに小さな前足が特徴と考えられていた。対して後者は、原生のダチョウのように体が細く軽量で、大半が全長3メートル以下の雑食から小動物食の存在だとされていた。このためエノケ系ルスも、また想像される体育から発見当初は、 カルノサウルス類と考えられていたが、一方で元気祭の時点で、オルニトミモサウリアとの共通点も疑われていた。しかし冒頭で述べた通り、その後の研究で、デーノケールスは小型のグループと思われていた、コエルロサウルス類に移籍させられ、カルノサウルスに匹敵する大型のデーノケールスが加えられた結果、そうした分類は不完全なものであることが明らかになり、 コエルロサウルスの仲間が非常に変化に富んだものであると分かった。実際には発見と記載はティラノサウルスやテリジノサウルスの方が早かったが先に研究者の注意を引いて見直しの機運を導いたのはデーノケールスである。近年発見された標本をもとにした想像図人との大きさ比較。緑色は完全模式標本。2.4メートルもある腕だけが発見されていた頃は どのような恐竜であったかは想像の域を出なかった。指は3本で、先端には鋭いかぎ爪がついているが、腕の骨そのものは、刺して頑丈ではない。コエルロサウルス類に属するので、首が長く、頭部も比較的小さく、二足歩行をしており、体育に対する全肢の比率はカルノサウルス類より大きかったとの推定から、 カルノサウルス類の中でも最大級のものに匹敵する全長12メートルという説があったが、もう少し小さかったのではないかという異論もあった。新たに発掘された胴体部の化石を踏まえ、韓国地質資源研究院のイユナムは、想像とは全く異なる形態として全長11メートルとした。さらに脊椎骨の分析結果として、スピノサウルスにも似た方を張った背びれを持っていた。 可能性も指摘された。2006年から2010年まで、ゴビ砂漠で恐竜発掘調査を実施。2006年と2009年に、2体のデイノケールスの骨格化石が発見された。また、同調査とは別に、モンゴルから日本を経由して、ドイツへ密輸され、現在はモンゴルへと返還されている頭骨などの標本も研究対象とし、2009年に採取した標本と、 比べたところ同一個体であると判断したという。これらの個体を調べた結果、デーノケールスは、獣脚類オルニトミモサウルス類の恐竜であることが、判明、全長11メートル、体重6.4トンという巨体であったと推測された。オルニトミモサウルス類は骨を空洞にして軽量化する、ことで、走行性の優れた足の速い恐竜であることで、有名で、体調も、 最大でも6メートルほど。一方のデイノケールスは軽くなった体を巨大化へと利用して進化を遂げたと考えられている。デイノケールスの前爪、頭骨、ミュンヘン症で撮影。歯が生えておらず、また胴体部より遺跡と思われる1000個以上の小さな石と消化されかけた魚の椎骨が発見されたことから雑食性であると推定される。なお、 腕の化石のみが発見されていた当初は、恐ろしげな胸腕とカギ爪によって、獲物を攻撃、捕食する獰猛な肉食動物とも考えられたが、前述のように腕はそれほど強力ではなく、また想像されるコエルロサウルス型の体型では、頭部や口が小さいので、積極的な捕食者とする意見には、疑問も出されていた。いない物の発見から、腕と爪は、樹木の枝を手繰り寄せたり、 魚などの小動物を捕らえるのに用いたほか、肉食恐竜に襲われた時の防衛用とも考えられている。ありがとうございます。